今回はですね、生まれ変わったビナー、これを使っていこうと思います。さあ、皆さん、ビナー最強っていう準備は大丈夫ですか？じゃあ今回はこれを使って、ちょっと蓬莱で使ってみようと思います。今まで、進化と神化蓬莱で使ってみたんで、まああれはアイテムで攻略したから、もうアイテムなしでもいけるでしょう。強くなったところを見せていただこうと思います。で、多分、で、みんなにそのために遊撃つけてきて、兵名もつけて、はい。倒せるでしょ、さすがに。おおー、これがビナーの力。いや、でも、決めいや、友情コンボかける2で反射が出まくるの。いや、これ多分初めてだっけ。はい。おお、キモ。で、はい。で、倒せました。まあ、こんな感じで、まあ、うまいことやればいけるんじゃないんでしょうかっていう感じですね。で、SS 使って木の枝打てるようになったら、もうそれで問題ないと思うんですよね。はい。で、これ倒してって、はいはいはい。で、ビナーなんですけど、まあ、友情がちょっとうーんみたいな話したじゃないですか。で、このキャラの本領はやっぱり、友情じゃなくて殴り、この超マイン、超アープとかもろもろ全部乗せした、はい。まあ、全部乗せした殴りがね、すごい強いんですよね。で、SS の自強化倍率だけ、ちょっと調べてきまして、1段階目 1.5 倍で、2段階目 2.5 倍あるんですよ。ただから、メテオなんですけど、すごい、殴りも強い。で、まあ、倍率はちょっとわかんないけど、なんか調べた限り、ユグの、なんか何倍も強いみたいな、4倍か5倍ぐらい強いって、ツイッターで騒がれてました。おーい、ビナーの言う、これが、私たちの見たかったビナーでしょ。いや、エクスカリバーの時にこれ見たかったもんね。そしたらまあ、これは、多分殴って削り切れるかな？はい。お！あー、でもさすがにちょっと無理ね。殴りの要素そんなないし。で、ダメを展開されるけど、まあ、別に多分次の一手で、誰から行くか分かんないけどいけるでしょ。あー、そこからか。じゃあ、はい。これで、はい、はい、はい。で、殴って、おー、強い。いや、これは余裕でしょ。で、SS さえ打てるようになれば雑魚処理余裕なんで、ここでちょっとパパッとパック使って、まあ、2点抜け。ここ透明、蓬莱透明化すると、ちょっと面倒だもんね。多分上からで、そうね、ちょっとここでパック使ってパパッといける。なんか倒、そのままちょっといけそうな気もするけどね、殴りで。はい。だから、ビナーが、あー、これいきそうだな。うわ、いけるし。いや、ビナーがこのモンストの環境で生き残るために選んだ道は、超バランスの殴り特化みたいな感じの強さに、まあ、なったんじゃないのかな。だからこれも、まあ、全然使うことも今後あるんじゃないのかなっていう気もするけどね。はい。まあ、どこで使うんだよって言われると、今の、まあ、モンストの高難易度原則壁対応だから、水の27とか、あの辺は、勝てそうな気もするけど、まあ、実用性あるかと言われると、ちょっとないかもみたいな感じになってくるのかな。で、これをちょっと置いといて、その、ここで抜けると SS 使えないもんね。だから、ここは置いといて、次で抜けて、誰スタートになるか、多分左上だと思うんですけど。次が左上、じゃないや、そっちか。じゃあ、もっと余裕ね。じゃあ、これ、はい。殴って、敵に、OK。うわぁ、昔あんなに、あんなにすごい苦戦したのに、もう、ビナー式なんて言葉二度ともう使わないかもしれないね。初めてビナー式使ったのビナーなんですけど、これを、だからちょっと強さ見せたいから、倒しきれるかな。はい。ちょっと殴ったらいけそうだけど、ちょっと木の枝の強さを見たいんで。よし、OK！ 危ねえ。意外と速度自強化もかかってる感じなのかな。はい。で、これでメテオで。おー！で、2本分出てるからすごい強いみたいな感じですね。だから、あとは、多分、どうなんだろう。水の豪絶とかだと、まあ、ギミック合ってて反射だけど、パラドックスは多分いける。はい。よし、で、これで多分、木の枝で、おそらく、次までいけんじゃないのかな。これで、下のぷよと上のぷよ倒して。そうね、当たる当たる当たる。おぉ、意外と削んね。もう完全にこれ今、木の枝パワーだけでしょ。で、そしたら、もうこれ、SS 横間で削って、はい。はい。強すぎる。いや、これが、生まれ変わったビナーか。もう皆さん、ビナー最強ってコメントしてますか。で、あとは、じゃあ、もう、SS って、だこれを、だからこう打っての、はい。こうで、はい。意外とやっぱ速度強化もかかってる気がするよね、これ。多少なりとも。で、多分これ結構暴れられたから、多分これで。おお、はあ、これが見たかったビナー、神化で見せろ。神化のあの、毒波動砲は一体何を考えて作ったんでしょうね、あれは。もう、お酒飲みながら、
会議してて決めたレベルと思ってもいいくらいだもんね。なんでこれはじゃあ取ったって感じ。はい。じゃあもう一個は、この新立て。ここで使っていきます。いや、昔、初めて本当にやった時は、この、新立てってあれじゃないですか。確かビーラと、ビーラと、なんだっけ。まあ、ビナーの、まあ、二強、まあ、ビーラと、ビナーの二強じゃないですか。すいません。で、いや、実装当時ね、これ、二強だったんですけど、いや、ビーラでよくねみたいなことすげえ言われてたんですよね。ビーラって、超ウィンドが確か、当時あったんじゃなかったっけ。だから、動けない、速度の足りないビナーよりも、ビーラ入れまくって、殴った方が強いんじゃないみたいな。で、電線劇で死んだ時は死んだ時でしょみたいな。そんな感じの立ち回りだったんですよね。なんかもう、ビナー艦隊で行くことはないでしょみたいな。もう、ガチャゲンが降臨。まあ、豪絶だったけど、負けてたんですよね。まあ、それが、もう生まれ変わっても、ビナー、強っ！はあ、見てるか、ビーラ。いや、見てるか、ビーラ。お前を超える逸材がここにいるぞってやつですね。だから、これも、もう本当に短縮しまくって、いや、こんなに削れる、死んだじゃないや。橋松以外でこんな削れることあんのね。まあ、本当に、限界強化してるよ。ちなみにこれさっきと違ってワクワクのみんなちゃんと違ってますからね。あー、ガミ君でも、いや、10時実装だとさすがに厳選間に合わないかって思った方、それは違います。さすがに、8体は無理でした。まあ、4体はやりました。そんだけです。で、これを 3P そこで、これを触れてって、友情とかであの、あれも倒せるのかな？さすがに、あのちっちゃい武者雑魚倒全然いけてるけど、さすがに武者雑魚はちょっと厳しいっすね。で、もう SS も打てるしね。これが28ターンだけど、短縮とターンチャージェン、まあ、艦隊だからあれだけど、これが打てるからすごいいいみたいな感じで、さすがに。やっぱ貫通じゃないのかみたいなことをちょっと言ってたけど、これ貫通だったら多分ね、モンスト壊してる多分超バランス、ただ友情コンボかけるには確実に剥奪されてるでしょうね、きっと。お、ゆっくりで 4P だから 1P 溶ければいいから。はい、だからこれでちょっと削り見えるかお、いや、友情でこんだけあれ解除した瞬間これだけ削れるので、多分島地でもできないんじゃないので、もう木の枝も最高で打てる状態になりました。まあ 2P はそうね、これ置いといて、はい。やっぱ超マインは地雷のないとこでも 2.5 倍できるから、そういうとこでやっぱ強いね。で、これ食らう、解除するの、上解除するでしょ。はい、ここをこう打って、はいはいはい。で、これ打って解いといて OK。 で、 3P がそこで、うん、これを、はい、はい、はいはいはい。で、殴っていって、適当に殴って削っとけば、ついよ。で、これで混乱きます。みんな飛ばされて、解除して、はい。あ、減速壁邪魔だな。いや、言ういや、こんな死んだて見たことないんすけど、さすがに友情で削れる死んだては初めてだな。いや、これ、連れてきてよかったね。正直ちょっと、あんまり見栄えがちょっとあれかなって思ったんですけど、いや、意外といけるわ。はい。ちょっとこれが、いや、殴れ、いや、これ、いや、これは見たかったビナーだな、私たちが。私たちが求めていたビナーがここにあるみたいな感じ。で、はい。で、まあ、適当に暴れて、で、あれ倒すでしょ。で、3P がちょっとミスっちゃったから、うん。で、混乱はまだ飛んでこないから、これは横間で置いといて、で、次 4P で直しながらなんとかする。はい。で、混乱直しての、ほい。うん。で、次 1P だけ直しとけばそれでいいから、はい。で、友情出して、友情倒して、で、直して直して OK で。さあ、ここで、とりあえず1段階目打ってみようかな。木の枝ってどんぐらい強そうな、できればそしたら、上弱点だとすごいありがたいのかな。上来ないかな、上。はい。上。あー、さすがにそこまではちょっと厳しいですね。で、まあ、みんな直して、速度時強化もちょっとは入ってるっぽいしね。はい。で、殴ってって、いい感じ、いい感じ。ちょうど外だけ殴ってて、いや、こんな削れるんだ。で、木の枝は多分そんなに強くないんじゃないのかな、さすがに。あー、まあさすがにね、弱点乗ってても今の3倍なんで、まあさすがにここでは、味方3フレの効果乗らなかったはずなんで、そこまでですね。そしたら、まあ縦勘で適当に削るだけで全然いけるんじゃない？はい。はい。こう殴ってきて、はい。うん。
まあこれで削っていって、のガンガン打ってった方がいいかな。ちょっとこれガンガン2段階目も、お、あ、自分ユークリか。うん、まあこれも使っちゃって、はい、多分殴りで、でこれ 2.5 倍なんですよね。よくわかんねえ、ビナー多すぎてよくわかんねえ本当にわからん。でこれ厳選しながら思ってたけど、本当に何が起こってるかわからん。メテオとかで見えないとかじゃなくて、誰が本物のビナーかわかんないみたいな。で、あとこれ、ちょっとこの、木の枝だけ、いやーちょっと気になったね。お姉さんが確か木の枝になっちゃったから、まあ、そのお姉さんを使ってなんとかやってるみたいな、友情コンボみたいな感じですね。で、まく友情出してって、はい。はいはいはい。で、倒していくでしょ。あーしまった、これ同時に倒すぎて減速壁の多重展開しちゃったな。で、こうやって、で、移動して、で、こうでしょ。はい。移動する。そうよね。だから、これは、2P か。いや、2P 直せないでしょ。あの位置から 2P どうやって直すの？いや、さすがにあれは触れに行けないな。うん。あれ、2P 直してる、これ。2P 直してる、これ。あ、2P 直ってんだ。そしたら、まあ、適当にこれは、じゃあ、暴れて、SS 使ってもなー。減速壁の展開があるから、まあ、ちょっと使ってみようかな。まあ、ちょっと縦感気味でいこうか。まあ、暴れていっか。はい。一応超満員あるんで、2フレでどれぐらい削れるかもちょっと見てみたいです。はい。あ！水曜あれ3フレしてないよね、これ。え？あれ3フレした？いや、ちょっとわかんないな、これだと。で、もう、めんどくさいからパック使ってパパッと終わらせるわ。木の枝、これがちょっとめんどくさいかもね、演出の長さ。いや、こんな強くなったのね、感動だわ、感動。これを弱いっていう人はなかなかいないでしょ。つか、多分いないでしょ。これはまあ、適当に挟まっていって、はい。で、遅延かけといて、呼び出しは置いといて、あとはまあ、それを、あ、ゆうくり。ゆうくりなんとかあれ当てたいな。ゆうくりであの、武者とか倒せたりするのかな？はい。ゆうくりで、あー、さすがにちょっと無理ね。いや、さすがに武者は友情で倒すっていうのはなかなか、ちょっと、やばいことしちゃったわ。できなかったわ。はい。はい、はい。で、これで触れて倒して、まあ、適当に暴れて倒して、どこにいるの？どこにいるの？わかんない。ほんとわかんないとこがこれ困るな。あとは武者雑魚をなんとかうまいこと倒すだけなんで、それを倒しといて、はい、はい。で、倒して、あとはこれ、いけるかな？なんとかうまいこと、この、確かよくわかんないドラゴンは確か弱点ちゃんと友情当てないと結構厳しかった気がするね。あとはあんまり気にしてないけど、多分調教回復弾も持ってたはずだけど、これの回復量とか何も意識してない。正直回復読むとかもあるしね。まあ、これはみんなの友情出して、はいはいはい。倒しきれるかな？お！倒しきれてる！で、よし、これで2段階目 2.5 に殴れる。あ、1段階目もう一回溜まってんね。だからこれを、あー、すげー位置が悪いな。なんか入れ番しそうな気がする。ちょっとこう、ちょっと雑めに言うと。はい。こう打って、はい、はい。で、みんな直して、外殴って、あー、まあさすがにこれ外側殴りだからちょっとあれだけど、いやでもこれだけ削れるのも、やばい気がするけどな。でも速度事業化乗ってんのほんと偉いね、これ。で、これで木の枝、おお、なかなか悪くない。水鋼鉄もね、全部いけるかなみたいな話してる人もいたんですけど、まあいけなくはないのかな。お、あ、そして2段階も溜まってんね。これ一応ゆっくり出たから、ちょっと薄めにいって、あの殴りは後回しでゆっくりでどれぐらい削るか見て、これで終わろうかな。いやでも死んだてでこんなすげえあっさりいけた、もっと、はい、おお、まささにゆっくりでも削れなかったね。いや、こんなに強くなると思ってなかったわ。いや、これは本当に、モンストニュースの時、なんかちょっと、え？本当に強いみたいなこと、疑ってすみませんでしたね。本当に。いや、これは、めっちゃ強いっすわ。これもビナー出ても喜んでる人結構いるし、ああ、ビナー出たみたいな、なんで新春も、ちょっと楽しみっすね。はい、じゃあこれで終わります。ごきげんよう。